唐津市の離島高島にある小学校の児童と保護者が豊かな海の資源を学ぼうと学校付近の磯場でウニ取り体験をしました。唐津市の高島にある高島小学校では自然に触れ島の豊かな資源について知ってもらおうとウニ取り体験を毎年開いています。地域の人が協力し全校児童10人と保護者、学校職員が参加し岩場の石を裏返してもらいながら道具を使ってウニを取りおよそ1時間で10リットルのバケツ6杯分になったということです。楽しかったです。チクチクした。楽しかったし海にはいろいろな生き物がいて驚きました。まあちっちゃいのも大きいのもそれぞれいろいろな大きさがありました。やっぱりウニ丼を食べたいです。取ったウニはその場で割って味わい残りは各家庭に持ち帰ったということです。